じゃあ、皆さん今日は2回目の街頭演説です。ちょっと風がすごい強いんですよ、ここ腹立つ。パタパタうるさいと思いますが、まあどうだろう、いつもと比べれば風は弱いかなと思います。杉本周一後援会として政治活動も今日もやっていこうかなと思います。で、お金がね稼げるようになれば動画の編集もね調整してみたいなと思ってます。ノートパソコンと Wi-Fi とか用意しないといけませんから、NSXR を変えたいからそういったインプレッションもやっていけるといいかなぐらいお金がかかります。非常に選挙にお金がかかるシステムになっているので、供託金とかはねもっとアメリカ並みに下げた方がいいのかなと思います。前例にとらわれるのではなくて、時代に合った形にやはりこう対応していかないといけませんので、政治家の仕事というのは、まだねその政治家の経験はありませんが、基本的には減税をすることと、規制緩和と、この2つが非常に重要な、ね、政策になるのかなと思います。で、教育に関しては前坂中でもそうでしたが、子どもの個性を、ね、こう潰すようなところがありますから、せめて、子どもの個性を潰さないような教育は今では日本よりも都会の方が治安がいいですからね、ますますこう生活のしにくい国になっているなと思います。もともとは教育の、ね、仕事をしていたということで、子どもの未来に投資をするというコンセプトで、活動を、ね、していこうと思っております。なので、日本人 の, その生活の水準とか、平均賃金も上がっていけるようなそういった地方の、ね、政治を、目指していきたいなとは思います。なのでこう前例にとらわれないような政治も重要ですし、失敗をしても何度でも再挑戦できるような社会をこう作っていきたいなと思います。前坂中学校でもねいろいろこう感じたことはありますが、実は英語の留学もその子どもたちにこう選択肢としてこう作っていきたいので、さっきもね言いましたが、こう治安が日本よりもいいドバイ、こういったところで英語の留学とかこういった計画も作っていきたいなとは思います。あとはその金融の教育も非常に重要ですから、一番大切なことは子どもたちにとってもやりたい仕事を、ね、自分で見つけて実現をすることかなと思います。やりたくない仕事をやるというのは本当に、ね、苦痛なものがありますからね、自分もさまざまなこう失敗をしてきていますから、自分の頭で考えて答えを導き出すようなソリューションを作るような企業がアメリカでは、ね、結構誕生しているんですよね。で人口も3億人以上いますし、今後、アメリカの人口も4億2000万人ぐらいに増えると、そういった情報がありますので、やはり人口が大きいというのも、ね、大きなアドバンテージかなと思います。人口が増えれば GDP も増えてきますから、日本の人口を、ね、底上げできるような政策を考えていきたいかなと思います。そのためにもその教育の充実は非常に重要ですし、首都圏の方が教育熱心な、ね、人たちが多いかもしれませんので、21世紀に必要とされるスキルをこう身につけていけれるような、そういった学校教育に改革を、ね、していきたいなと思います。今のその状況は分かりませんが、つい最近まではね人口が減っていても東京が減っていても人口が増えて、若者が望むものは全てね東京にありますので、一極集中ということですが、おそらく東京もそろそろ東京に行われるのかなと思います。なので今後その地方エアモビリティもねどんどん発達してくると思いますから、エアモビリティもこう積極的に検討できるように動いていきたいなと思います。日本人の生活水準を良くするためにも、前例にとらわれない政治ということと、企業を、ね、こう目指すような若者たちも増やしていきたいなと思います。日本人の中間じゃ頑張っていきます。
just finished my political speech. And 2023, next local election, I wanna try again. Thank you for watching. Stay tuned, see you there. Yeah, bye.